馬場栄一十10月5日1937年12月21日は日本の政治家大倉官僚貴族院直選議員。広田内閣で大倉大臣第一次近衛内閣で内務大臣を務めた。増将時代に行った大規模な省内人事の刷新や極端な積極財政は官会や財界に大きな混乱を招く結果となった。 東京府芝場区に、旧幕臣、山本時光の長男として生まれる。時光は一時日雇い妊婦に身をやつしていたと伝えられ、成果は貧しかった。後に、鉄道技師で、旧合図藩士の馬場県の向こう用紙となり改正する。麹町区富見小学校高等科3年から1892年4月に、東京婦人城中学校2年へ編入学、1896年3月に、 広中を卒業し、第一高等学校文科政治家へ入学。一高の寮では同期の岩崎小谷田と同室だった。1899年7月に一高を卒業し、東京帝国大学法科大学に入学。1903年東大法科大政治家を卒業。卒業順位は、1位が後に、東京市助役となった小野義和、2位が後に、 商工大臣や鉄道大臣などを歴任した小川豪太郎、3位が後に憲法学者として天皇期間説を猛烈に批判した上杉新吉で馬場は4位だった。馬場は卒業順位の雪辱を果たしてその年の高等文館、試験に主席で合格、晴れて大倉省に入省した。こうして馬場は苦学の末にエリート官僚として、 立身出世するための最前席を掴み取ったが、彼はそこにじっとしていられるような男ではなかった。この後馬場は、横浜税関監視部長、韓国党官不装務部刑理課長を経て、1907年には法制局に転じ、1922年3月に、声優会党内構想の煽りで突如辞任した横田千之助の公認として高橋内閣の法制局長官となった。 在任3ヶ月で高橋内閣が総辞職したことで、馬場も面官となったが、同年11月には貴族院直選議員に直任される。馬場は当時貴族院における声優会の別動態的な行動をとっていた研究会に所属、やがて交渉と妥協にたけた摂政の名人として、当格を表し会派の中心的存在となっていく。 ババはそれまで銀行畑とは縁がなかったが、1927年には、声優会の田中義一内閣の人事により、日本環業銀行総裁に就任、1936年までその任にあった。環銀総裁在任中、ババは特に農村金融の充実に尽力した。彼は本来は正当的な金行財政論者だったと、言い。 浜口内閣の井上淳之助蔵省による金解金政策も支持していた。しかし官吟総裁として金解金後の不況による農村部の疲弊をつぶさに目にし、また満州自閉以後ソ連と直接で国境を接することになって軍備の重要性を再認識したこともあり、この頃から積極財政主義に転向していったと考えられている。1936年に 広田内閣が発足すると、バババマンを持たして、増唱として入閣。前任者の高橋小歴予増省が掲げていた、交際前言主義を放棄し、国防の充実と、地方振興のためには増税と、交際増発をも厭わない、財政声明を出した。またその政策遂行のために、省内の人事刷新にも着手、長沼後期を増唱秘書官にして新たな人事を、 狙わせたまず、津島都市一次官を退任させ、軍部と教皇に渡り合ってきた、茅き沖り主計局長を理財局長に移動させたほか、石渡総太郎主税局長を内閣調査局調査官へ、青木和夫理財局長を怠慢事務局次長へと、それぞれ障害へ放出した。こうして、馬場が初めて主導権を握って作成した。 昭和12度一般会計予算案の概要は次の通りだった。増税はタバコの値上げなどで賄うことにした。こうして昭和12度予算案が明らかになると、軍需資材の需要増を見込んだ商社が一斉に輸入注文を出し、輸入合わせが殺到して円が下落、輸入物資の高騰を招く混乱を招いた。この直後の1937年1月21日に、 浜田国松議員と寺内敏一陸将との間で腹切り問答が起き、これに憤慨した寺内が単独辞任をちらつかせながら衆議院を懲罰的に解散することを広田に要求すると広田はあっさりと閣内不一致を理由に内閣総辞職。これでこの予算案は結局廃案となった。しかし後に広田は茅屋沖ノに対し、実は腹切り問答は 助け船のようなものだったことを打ち明けた。本当は、馬場財政の煽りで外国為替や経済情勢が混乱して、どのみち内閣を投げ出さざるを得なかったのだという。広田内閣総辞職から、短命の林内閣を経た4ヶ月後の1937年6月に、第1次、この内閣が発足すると、馬場は、軍部の強い後押しにより、内務大臣として入閣した。 軍部はもとより、この絵も当初は馬場を増将に再起用することを考えていたのだが、財界には馬場財政への不信と風当たりが大変根強く、かといって今更断れないこの絵は結局馬場を副総理格の内省という、そもそも広田を外相として迎えに東立の陣容になっていた、この絵内閣においてはいかにも中途半端な立場に処遇せざるを得なかったのである。 ババはそれからわずか、半年後に病気を理由に辞任すると、一週間後の12月21日に、心筋梗塞を起こして急死した。満58歳、没52位、君移等極日大受賞が贈られた。ありがとうございます。